東京都で今日新たに181人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、5人が死亡したことが分かりました。東京都によりますと、陽性と判定された181人のうち感染経路がわからない人や調査中の人は124人です。 これまでに12人の感染が確認されていた墨田区の都立牧東病院で、新たに患者と職員合わせて11人が感染していることも分かりました。また、感染者のうち5人が死亡したことも明らかになりました。このうち4人は70代から90代の男性だということです。